ちょっと前置きの、いや枕を振らせていただきます。前に日本のホテルっていうのは不思議な場所で、バイブルと仏教の経典は置いてあるけれども、日本の神話の古事記は置いてないということを申しましたですけどね、別に古事記の置いてあるホテルができたということではございません。ですけれども、この間から2度ほど泊まった、私も今回なんかも木曜日に出てきて、朝6時に伊豆から出てきて、病院で膝に注射してもらって、でその日は鎌倉まで行って、鶴岡八幡宮の文化講座2時間ほど喋って、翌日また国学院の夏季講座、これは500人近く、もう随分長い年月続けてきた講座なもんですから、聴衆が集まってくださるわけですけども、そこで講師の一人として、やはり2時間ほど話して、午後また古事記の講座で2時間ほど喋って、で今日さすがに今日はちょっと疲れまして、朝この下調べをしていたんですけど、なんかちょっと朦朧となってきたりしまして、また1時間ぐらい寝て元気を出してきたんですが、そのホテルなんですけれども、不思議なことに部屋へ入るとベッドの上にこういう短冊型の歌が書いてあるんです。そして日によって違うんです。なかなか字もちゃんとした筆の字が書いてありましてね。でことに今月は7月ですから、最初の日が月は船、星は白波、雲は海、いかに小倉、桂男はただ一人して。月は船、星は白波、雲は海、いかに小倉、桂男はただ一人して。これは短歌ではなくって、五七七七という七がもう一つついた、これは仏足石体の歌でしたっけね。当然だから歌集にはない、良人師匠、歌謡集の良人師匠の中にある歌がもっとベッドに置いてあるんですね。途端に嬉しくなりましてね、僕の誕生日を祝ってくれてるんだなと思って、七夕の歌ですから。大体七夕の歌っていうのは万葉集にも古今集にもたくさんあるんですけれども、つまりあの頃の万葉集時代ならば、つまり外来文化の刺激ですよね、漢詩の影響で。でこの歌なんかでも、月は船、星は白波、雲は海なんていうのは、やはり漢詩の世界の刺激が当然あるだろうという連想をすぐ感じますよね。でいかに小倉、桂男はただ一人して、月の桂の中にいる桂男と、これも中国の神話の影響があるわけですが、しかしこの程度まで、とにかく和歌に、和歌の調べ、和歌の言葉遣いの中にこなしているわけですね、あの頃の万葉集の中にたくさん七夕の歌がありますけれども、それから古今集にもあるわけですが、ただ読んでて そんなに面白くない、つまり
監視の世界からもともと題材を得て、監視の刺激で、前にもちょっとあの七夕爪の信仰があったから、七夕信仰があの日本へ、星祭りの星合いの祭りの信仰が日本へ定着したんだということを申しましたけれども、種は日本にあるわけですけれども、類似のですけれども、そっちの方をあまり魅力を感じなかったわけですね。万葉集時代のあの漢詩漢文の絶対の影響力を持っていた時代には、ですから漢詩的な世界から知識を得、あるいは言葉を得て、そしてこういう歌を作っているんです。ですからあんまりあの万葉集の中で秋歌なんていうふうな中に七夕の歌が入れられるのは極めてもうわずかしかない。しかし、ちょっとこうその形が変化して、良人師匠なんかの歌謡集の中にすると、またこんなふうな面白い調べも出てくるわけですが、まずそこに、現代の短歌、衰弱の時代に不幸にも生まれ合わせた歌人の端くれは嘆きを感じるわけですね。今の言葉、今の歌のもう語彙がめちゃめちゃ、調べはもうズタズタ、それであの結局歌人は仲間褒めして、結構短歌なんか大手振って歩いてるような顔してるわけですけれども、こういう古典の僕たちの千年、ね、以上も前の、連中が見事な形で、漢語漢詩を取り入れて、そして、和歌を太らせた、和歌の表現を見事な形で、まあ、とにかく結晶させた、そういう力から比べたらもう我々何してるのかっていうのもんですね。しかしもう一つ、このホテルは、シェラトン、都ホテルで外資系のあれが入ってきているホテルですけれども、今朝もちょっとマネージャーと話してたわけですが、これこんなの他のホテルで見たことないけれども、都系のホテルは全部これやってるのって言ったら、いえいえ、ここだけの工夫でございますと言って、お目に留まりまして誠に光栄でございます。で、これ反響どうですって言ったら、後ろに英訳がついてるんです。あの日本の方は反応がございませんのですけれども、外人の方が面白がられて、いいねと言って、あの大体皆さん持って帰られるんです。僕も二晩泊まりました。今晩また別のあれが今日帰ったら置いてあるだろうと思うんですけども、あの もちろん持ってお帰りくださいというつもりでベッドに置いてあるわけですから。それともう一つ部屋にね、あのバイブルなんかのところにこの飛鳥風というね、飛鳥で出している、なかなかあの薄いけれども、飛鳥の学者たちや万葉研究家の学者たちが書いていて、古くからの雑誌なんです。僕も学生たち連れて歩いていた頃は迷子をずっと続けて購読していたんですけども、この頃はしばらく耐えていたんですが、これが置いてある。こういうホテルっていうのは僕は実にあの気の利いた、でまあ外人が割合泊まるわけでしょうけれども、古事記が置いてなくてもいいじゃないかという感じがするんですね。別にホテルの宣伝してるわけじゃございませんで、ただこういうことにその外人がやはり反応する、日本人は全然反応しないという、これはやっぱり僕たち非常に痛烈な批判といいましょうかね、受けてるわけでして、反省させられるところが大いにあるわけですね。
そして万葉集、古今集の歌だけじゃなくって、今朝はその雨の海に雲の波立ち月の船、これゆえな星の林にこぎかくるみゆという柿の本の一丸の歌が書いてありましたけれども、で、かなり古典に丹念な人がこう企画しているんだろうと思います。こういう問題を日本人が日本人に対してこう言うと、なんか古典学者の言うことかみたいな感じで非常に軽く扱われるわけですけれども、例えば天皇の歌なんかもほとんど人々は、この間の桜の会の時の麻生さんの歌はさすがに誰でも悪口言えるから悪口をちょこりちょこりとあちこちでこう書いてるのを見ましたけれども、第一意味が通ってないじゃないかとか、誰か直してやればよかったのにとか、天皇の本当はお歌なんかもちょっと注意して読めばいろいろなこう感じ取らなければならないことがあるんですよね。つまりあれは歌人たちはその自分たち仲間の歌はくちゃ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 こう繰り返し繰り返しこう仲間もめしたり仲間げなししたりしてこう褒めたりけなしたりするわけですけれども、時々新聞やなんかにこう報じられる天皇の歌についてはほとんどのはこうなんか世界が違うみたいな顔をしてるわけですけれども、確かに違うんです。それは調べが違います。それから取り込まれている語彙、言葉ですね、言葉が違う。今の陛下面白いですよ。皇后様のことをおっしゃるのに昭和天皇は成宮とおっしゃったんで、歌に読まれるときにね、成宮が何々とこうおっしゃった。今度の陛下は最初僕見たときにはね、我が妹は、それから我が妹はというふうに読まれる。いくらなんでも妹はもう古事記や万葉集でも古語でございますから、大和たけるは東と申しましたから、東ぐらいになさったらいかがでしょうって言ったら黙ってられて、で依然としてそれからあと3章ほど和義母の歌が出てくるわけですね。で読んでるうちにね、それああこれは天皇の歌は和義母という言葉をちゃんと調べの中に取り込む、そういう拡張ができてると思ったわけです。だから天皇はこれでいいんだ。それから例えば先帝様がお隠れになって新しい帝として即位なさった、それからその即位の大嘗祭、新嘗祭の非常にまた厳かな大事な即位の年の新嘗祭ですねをなさった、そういう時の歌、即位なすった時の歌会始めの歌、あるいは大嘗祭をお務めになった後の歌、こういうの読んでますとね、先帝の持ってられた大きな魂がまさしく今の
次の帝に、今の帝にこう受け継がれている、そして、先帝の自らの心を和歌の形で、表現なさった、これはもう斎藤茂吉でも持てない独特の調べがあるわけです。この日本国でただ一人の天皇しか、天皇の歌にしか出てこない調べがあるわけです。例えばね、昭和天皇の我が国の立ち直り越し年々に、あけぼの杉の木は伸びにけり、このような他の歌人が歌おうとしたって、我が国の立ち直り越し年々になんていうな、こんな自信にあふれた言葉と調べは出てこないですね。あるいは皇太子になられた最初の歌会始めの歌、この時はすでにもう3年ほど大正天皇がお体が優れなかったから、健康が優れなかったから摂政の宮として天子の務めを代役してられた。ですからもう天子のお心ができているわけです。広きの流れゆけども最上川、海にいるまで濁らざりけり、それは最上川坂白波の立つまでに、お弟子さんのね、農民の百姓歌人です、最上川の川口は坂白波が立ちます先生って茂吉に言ったら、待て、その坂白波お前歌ってはいかんぞ、わしが歌うって言って、そして最上川坂白波の立つまでに吹雪ゆうべとなりにけるかも、いう歌を作ったわけですけど、まあ、歌もなかなか優れているけれども、しかし悠々とした格調の大きさでは、広きの流れゆけども最上川、海にいるまで濁らざりけり、他の人にはとても作れないですね。つまり格調が違う、調べが違う、それから言葉の選び方のなんか格があるわけです。つまり天使の格を備えた力のある歌ということですね。現代のその文学的な、近代以降の文学的な価値観で、物差しで測れない伝統的な大きなうねりの力があるわけです。それが天皇になられると1年か2年のうちに、天皇の身についてしまう。そして歌の形でそれが出てくる。昭和天皇から比べると、あるいは明治天皇から比べると、今の陛下はそんなに熱心に歌作られる方じゃないんですけれども、それでもそういう格調が出てくる、にじみ出てくる。で、そういうのを折口信夫は文学史の上で、天使一人の歌の上に出てくる格調ということで、子孫風という、至ってたっとい子孫風の調べとか、子孫風の拡張というふうに書いてるわけですけれども、こういうものもやはり長いことに森谷斎一さんの文学史の歴史観、日本の文学史のバックボーンは21代の直線和歌集なんだ、その直線和歌集はもう選ばれなくなってから500年経つわけですけれども、それでもなお日本文学のバックボーンとしての直線和歌集の力ってものは、いろんな形でこうにじみ出てきているわけですね。現代文学の上にもそれは我々の気づかないような脈々とした力で流れている部分があるはずなんですけれども、そしてこういうちょっと外資系まで入っているようなシェラトン都ホテルでも、ひとまろの歌がバッとベッドの上に小さな短冊型の紙に書いておいてある。そして裏に英訳がついている。外人が面白いなとか言って何か言っていく。そうだ、日本人はケロッとしてわけわかんない顔して
いるらしいんだけれども、こういうのがやっぱり日本の伝統文学の不思議な力なんでしょうね。しかし大部分の日本人はこう置いてけぼりになって、取り残されていってる、いうふうなところがあるわけですね。こんなものもね、ホテルに置いてある雑誌じゃないわけですよ。しかしこれがホテルに部屋に一冊ずつ置いてあるんで、早速を読んでみましたらね、やっぱり書いてる連中は全部飛鳥を、ね、何十回、僕なんかも何十回で聞かないかもしれませんけども、歩きに歩いたその記憶がありますから、この書いてる人たちと同じようなこう飛鳥のいわば体験、足で一歩一歩歩いて、そして飛鳥の空を流れる雲を、あるいは飛鳥の山から吹き下ろしてくる東の談山神社の山のあたりから山と国の中に吹き下ろしてくる風の感じ、風の音、あるいは飛鳥川のせせらぎの音、そんなものを共に千何百年前の人もろや黒人や大友のやかもちたちのこう歌を、まあ、鑑賞してきましたから、書いてある文章が非常にストレートに響くわけですね。でこういうものが外人の割合、まあ、観光旅行に来て外人のもっと高いホテルに泊まる人ももちろんたくさんいるだろうけれども、割合に旅行慣れている連中が、まあ、泊まる程度のホテルですけれども、そういうホテルがこういう日本文化の紹介をしているっていうのは面白いですね。まあ、それはちょっと最初にご紹介しておきます。